上です。引き続き安全運転をお願いします。以上、旭川開発建設部旭川道路事務所でした。こちらは旭川開発建設部旭川道路事務所です。これから国道39号関北峠の道路情報をお知らせします。国道39号関北峠では車の流れは順調です。引き続き安全運転をお願いします。以上、旭川開発建設部旭川道路事務所でした。